飲食店などから余ったお酒を買い取り再販売している業者では、新型コロナの影響で買い取りの依頼が増えています。青葉区にあるファイブニーズ仙台店です。日本酒やウイスキーなど飲食店や家庭で余った廃棄予定のお酒を買い取り、関東の店舗やネット通販サイトで再販売しています。こちらの店舗では、新型コロナの影響で休業や閉店を余儀なくされた飲食店からの持ち込みが増えていて、去年は年間の買取額がおよそ1億2000万円と、コロナ以前の 1.5 倍に増えました。ファイブニーズは全国に出店していますが、仙台店では飲食店からの依頼が8割を占めていて、他の地域より2割ほど多いといいます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。仙台に関わらず東北全体でですね、やはり外食を控える傾向っていうのが非常に多いエリアになってきますので、ご売却を考えるっていう飲食店のオーナーさんが非常に多いと感じます。ファイブニーズ仙台店によりますと、今年も去年を上回るペースで買い取りの依頼が来ていて、外食を控える傾向が長期化していると話していました。